こんばんは。え、モバメも届いたの？早っ。モバメ届くの早っ。こんばんは。こんばんは。桜ありがとう。ママ、桜ありがとう。実は気になってていい。ハートありがとう。前髪が。あ、ペンギン桜団子ありがとう。あ、待たせたなさん。桜ありがとう。ママ、ゆあえのあいつ嫁。桜ありがとう。三色団子ありがとう。お疲れ様です。そうだよ、今日全部ラスト。桜ありがとう。三色団子ありがとう。言えない、かなり強め、ありがとうございます。かなりいただきました。まだ社会人じゃないもん、明日だもん。三色団子ありがとう。音符ありがとう。こんばんは。そうだよ、本当に LJK ラスト。三色団子ありがとう。そうだよ、今日が本当の LJK だよ。三色団子ありがとう。こんばんは。流れ星ありがとう。三色団子ありがとう。桜ありがとう。セラいいですか。三色団子ありがとう。桜ありがとう。 LJK 橋見に来れてありがとう。朝5時45分に起き、え、そう、え、何時にやったっけ。5時45に終わったっけ。5時半に終わったか。5時半に終わったね。あれは幻なのでほぼなかったです。三色団子ありがとう。まあまあ、そうだよ、桜ありがとう。三色団子ありがとう。桜ありがとう。三色団子ありがとう。そうだよ、ごめんね。ハートありがとう。ニャニャしか見えない。三色団子ありがとう。桜ありがとう。ニャもずっと JK がいいんですけど、ちょっとね、時の流れには逆らえないので。桜ありがとう。三色団子ありがとう。桜ありがとう。でもセーラーで髪を下ろしてるのは初かも。この前サイドポニーだからね。三色団子ありがとう。ハートありがとう。こんばんは。桜ありがとう。ハートありがとう。桜ありがとう。え、そうだよ、そろそろさ、配信のためのライト買わないといけない。桜ありがとう。でもな、どうなんだろう、ライトあった方が漏れるのかな。チャラムキムキ、チャラムキムキ来たよ。こんばんは。え、壁の話怖いでしょ。え、本当なのよ。見せたいんですけど、ちょっと。三色団子ありがとう。桜ありがとう。三色団子ありがとう。そう、朝配信してた。そう、寝れなくてね。通知残ってた？びっくりするよね。言ってたね。いや、ゆあもいつもは無理なんですけど、あの時間。そっか、朝か。ゆあのあいつ読みなよ。え、めっちゃ楽しそうだったよね、神フレさんのライブ。え、当たったの？すごい。三色団子ありがとう。これ可愛いでしょ。あのね、もう一個ある。とっさに撮ったのがこっちだったけど、こっちはもらいました、いただきました。桜橋ありがとう。あ、間違えた。桜町ありがとう。え、本当に暑いんだけど、なんで最初に気づかなかった？いや、もう気づいてない。三色団子ありがとう。桜ありがとう。本物の JK だよ。桜ありがとう。桜ありがとう。いや、みよまるさん。みよまるさん、めちゃめちゃ制服似合ってたよね。びっくら。いやには出なかった？アコアラの街。出ないですね、あれ。ほんとに。幻配信、夢ではあれ。みんな夢ではあれ。流れ星ありがとう。セーラーストレートだと真面目な JK。え、ほんとに？
そうポニーテールする時間なかったね。桜ありがとう。久々に写真超えてない。ありがとう来てくれて。桜ありがとう。いや落書きだと思うやん。今までなくてそんな綺麗に写ってたの？今まで？あ、壁？壁？壁ですか？うん、そう、壁今までなかったの。2年前はね。あ、ライトね。ライトね。そう、ライトね。そう、使ってないの、いいわ。綺麗？ありがとう。ライトはもうこの電気のライトしかないですね。そう、あのライト使ってないんですよ私。桜ありがとう。通知見て泣きました。その泣いてくれるの。桜ありがとう。桜ありがとう。本当に桜ありがとう。短縮なんかありがとう。でもね、言うてその5時半に配信終わったんだけど、で5時半に寝て9時半に起きましたね。桜餅ありがとう。裏キモ暑いよね。暑かったよね今日。暑すぎてびっくりした。三色団子桜餅ありがとう。こんばんは。三色団子ありがとう。可愛いでしょ。本当はねいろいろあるんですけど、ちょっと全部つけよう。まあちょっと待ってね。他にもあるんですよ。あるんだけど、どこいたっけさっき。さっきね放り投げたんだよね。放り投げたんだよね。あった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 。僕は何回だって。おおおお。え、そう怒りマークさ、昨日めっちゃ使ってたのにどっか行っちゃったんだけど、そんなことある？あった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 、ありました。映らないっていうね。ここじゃないと映らないっていうね。にゃん。かゆ。短縮団子ありがとう。え、そうだよ。あと JK3 時間。本当にセーラー服かわいいにゃん、かわいいにゃん。短縮団子ありがとう。桜ありがとう。三色団子ありがとう。え、コスプレになっちゃうの悔しい。やだね。桜ありがとう。え、明日もこれ着てコスプレ配信とか言うかな。あのバッグね、5月で持ってこうかすごい迷ってる。5月から配信するのかけらなきゃと思ってた。違いましたね。桜ありがとう。幻2回見ました。次はでもちょっとわかんないね。実は気になってて遊びに来たよ。明日の5時は多分やらないとは思うんですけども、まあまあ本当に輝いてる。桜ありがとう。早朝の通知の大丈夫だよ。本当にライトなくてもいいですか。三色団子ありがとう。え、嬉しい。少女漫画？そう。確かに。JK 報告。桜ありがとう。え、起きた時間一緒？桜ありがとう。そうそうそう、目がね、なんか丸とかになるやつ。
25度？今日？夏じゃん。こま、もう冬から夏じゃん。うん、間に合わなかったね。ちょうどね5時半に終わったからね。桜ありがとう。桜、じゃあ三色団子ありがとう。桜ありがとう。桜ありがとう。こんばんは。桜ありがとう。三色団子ありがとう。あ、お部屋の掃除ちょっとだけしてよ。三色団子ありがとう。こんばんは。桜ありがとう。100キロありがとう。三色団子ありがとう。これレギュラー番組ですから。これ三色団子ありがとう。え、全然痛めないよ。全然痛くない。いや髪の毛強いからさ。え、ソロコンあったら行きたいですね。え、全然重くない。ちなみに、え、ね、なんか吉野家でさ、クロミちゃんでしょ。まあでもちょっと牛丼あんま好きじゃないんで、ちょっとまああのカレーないっけ吉野家って。ごめんねみんな、あれ幻配信だから。何何何、朝配信見逃したのよ。ピアスなんて書いてある。ピアス開けたの。え、本当は岩出た。本当だ、アイコンにしてる。頑張った甲斐があったね。桜ありがとう。川村ゆあちゃんにブランドは永久に不滅ですか。 JK ブランド、そうだよ。本当に岩のことばかり考えてた。嬉しい。桜、あ、そっか、明日エプリルフールじゃん。って書こうと思ったのに、メールで。髪の毛にいっぱいついてます。たくさんつけるっていいな、だって。桜餅ありがとう。本当に戦闘態勢。三色団子ありがとう。え、そうそうね、スクバン見たいって言ってくれてる人いっぱいいるからさ、5月で持ってこうか迷うんだよね。本当にね、一日でコスプレになるなんて。本当に。まあ、本当に。え、嬉しい。髪なびかせてる。え、そう、学割ね。本当に、そう。あなたもありがとう。夏40、確かに。え、もう、ま、夏無理。夏嫌い、夏嫌い。実は気になってて。桜ありがとう。単色団子ありがとう。桜餅ありがとう。やあ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 。単色、じゃあ桜 T シャツありがとう。あ、やばいやばい、桜 T シャツね、やばい。コメントとギフトをさ、同時に目で見て読むからさ、混ざっちゃうんだけど。え、網焼きって言ってくれたの。え、T シャツ、え、まだ見かけてないな。でもイヤも今日部屋で T シャツだったけど。桜ありがとう。三色団子ありがとう。30度、やばいね。桜ありがとう。重くないよ。三色団子ありがとう。だるまありがとう。え、確かに平日なんだね。牛丼嫌いです。桜ありがとう。ちょっとね、ちょっとそこだけみよまるさんと好みが合わなかったですね。そうなんです。うわ、懐かしい。見て、ゆあの真面目ちゃんリスト。ゆあの真面目ちゃんリスト、これ持ち歩いてました、受験の時。ほら、何、いやが全然覚えれない人、英単語たち。まあ未だに覚えてないんですけど。インプローブ、インクリース、インフルエンス。インフルエンスはわかる。インビテ、インベント、セーブ、ショ、
ショート、ソルブ、サウンド。サウンドは分かるね。サウンドとリッスンとリスニング、リッスン、サウンド。なんかもよかったよね。いやもうね、またゆあちゃんの真面目お話もうね、これ裏表書いてるから本当に。うわ懐かしい、繁盛組織とか知ってる？みんな繁盛組織、黒雲も、奇跡とか知ってる？でこんなんつけてこんな真面目に勉強してるっていうね。月は1週間で変わります。1週間で半月になります。上限と下限があります。交点と時点があります。うわ懐かしい、五角形の求め方とかめっちゃ好きだった。三行の空洞化、アセアン、北に多いのが先進国です。 ODA、絵出てこないっすね。あった、クリアが描いた心臓。ツボで無理、ツボじゃんこんなんね。心臓ですこれ、右心房とか心臓です。桜ありがとう。まあいや、ピアスね開けたいけど、まだ多分ダメです。多分というかダメです。まあ正規メンバーになってね、落ち着いたらって感じ。まあなれるか分かんないですけど、最初なんかありがとう。本当にスクバこんな感じだよ。そうなの、心臓です、ありがとう。そうだよね、来週の席分かった、後ろ。花嫁姿です。クマはもう異世界だよ。明日の配信で可愛いって言うけど嘘じゃないから。嘘で言わないでくださいやん。ココイチ大事見てるって。今日さココイチのカレーパンあってさ、買うか迷った。いや、娘さん何歳だっけ、ね、やだ G 無理、扇風機は冬もつけてます。桜ありがとう。桜ありがとう。うん、そうだよ、インフルエンサー。桜ありがとう。そう高校受験の時、心臓、結局心臓覚えれなかったけどね。もうさ最後らへん適当で無理。もうなん、これ何、でした私の。三色団子ありがとう、本当に桜ありがとう。嬉しい、真面目なギャル、いや真面目な真面目です、真面目な真面目です。ハートありがとう。あ、ちょガーナムはねまだこの時爆誕してないので。ハートありがとう、ハートありがとう。やば、みんなが言ってる言葉全然覚えてない。ハートありがとう。
真面目に勉強してるってでしょ。上限とか下限って鬼滅、そうだね、でも鬼滅ともうまあそうだね、なんか普通になんかさ月、半月の月ってこうじゃん、で限ってさこっちじゃん、んこっち、じゃどっちか忘れたけど、どっちかがなんか上向いてたら上限みたいな感じだったような、じゃどっちかが限でそれが上向いてたら上限みたいな、で鬼滅も鬼は夜しか動けないじゃん、だから月じゃん鬼は、で人間は昼動けるから太陽じゃん、だからって感じ桜ありがとう。無敵ですか。勉強は好きじゃなかったです。でまとめるのは好きだった、そう全教科なんかあのなんか分からないとこまとめたみたいな、そうだよ心臓のアバターとかそうだよ髪の毛です、これ髪の毛の一部です、 CG で作ったの心臓え軟骨開けたい、開けたいですね。まあいつの話になるんでしょうか。本当に嬉しい、いや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 金髪でバチバチにならないです。えピアスくれるの嬉しい。人体模型めちゃめちゃ嫌いで、いやもう本当に嫌いで人体模型だから、理科室なんかその理科室の席が人体模型の近くとかあって、もう絶対あそこに座りたくなくて、いやなんかもう人体模型の近くにいるのが本当に嫌で避けてましたね。まあ確かに知ってるよ、午前中でしょエイプリルフール。えありがとう嬉しい、いい一日始まった。あそうだよ制服着てた後ろ下がった方が見やすい、でも後ろだと漏れないんだよね、近くないと漏れないまあ漏れてないんだけど。桜ありがとう。ゆあちゃんの一個下で双子、えじゃあまだまだこれからだよ、これからだよ、スクバがデコられるのは いやメモ帳一応取ってあるよ、この勉強十二気づき弱い、弱いよね加減の好き、まあもちろん。えちなみに鬼滅ガチなん、ガチ勢なんで鬼滅のティッシュもあるし鬼滅のアルコールもそこにあります。まあ鬼滅というか富岡さんなんですけど、富岡さんなんで、じゃあバンされるこれアニメ出したらバンされる。まあいやいや授業本当に真面目に受けてたから寝てないから本当に嬉しい。え炭治郎くんが背負う箱には入ってないけど背負う箱は持ってるよ実は持ってる。鬼滅のコスプレもあるしね鬼滅のコスプレ持ってるっていうね。ありがとう投票してくれて、こんばんは。え痛くないの軟骨、へそへそは痛そう、絶対痛い。いや動きません、人体模型動きません、今日も安定カワーですかまあね、いやだ何それ人体模型が追っかけてくるゲーム怖っ。桜ありがとう、流れ星ありがとう、ハートありがとう崩壊してないよキャラも。エナメル、あーリュックなんかさ一時期はエナメル欲しかったわ、あ違う違う違う、エナメル欲しかったじゃなくてエナメルだった、あのハンド部の部活のリュックがエナメルだった、めっちゃ重かった。イエーイ
ガンダムバンされなかった。え、確かに確かに持ってるよ桜ありがとう桜ありがとう。箱持ってる本当に。あのなんか漫画を入れる箱になっててそうだから持ってる。ありがとう団子。桜ありがとう。団子ありがとう。ねずこのコスプレ握手会かトーク会でさ、ねずこのコスプレして喋れないっていうね。コアラの街一箱で習字出なくて大丈夫いやいや逆でしょ。追伸だっけそれ。そのあと PS みたいなやつ逆でしょ。習字出なかったですでしょ。いや出なかったけど習字も出なかったですみたいな。逆。桜ありがとう。部屋の掃除はちょっとしたよ。三色団子ありがとう。桜ありがとう。塾長のキャラギャル。いや違います、違います、違います。三色団子ありがとう。ああエルメスって言ったの。エナメルって見えたエルメスね。まあ確かにユアの絵はいいのかな。うん、いやちょっと竹は持ってないです。割とマジで世界近い。本当に言ってる、本当に言ってる。かわいい。漫画はあの1話から7話は持ってないけど7話から最後までは持ってます。アーニャのコスプレしてたの。ありがとう。制服似合ってるね。本当に最近の配信見てないと追いつけない。実は気になってて習字を出すのがむず、激むず。ありがとう。ゆえのあいつ嫁。あなたもありがとう。まあ今日も最後にティーンズてんちゃんに投票してからね入れます。ありがとうね。本当にティーンズのためにありがとうね。本当にちょっとなんか こんなんつけててごめんなさいこんなんつけててごめんなさい。撮ろう、撮りますね。もう晴れてるの治った？いや治ってない。晴れてるの治ってないっすね。そう明日からね24時までできる。まあえ松葉で買う雰囲気変わった。本当に嬉しいんだけど。本当にちょっと松葉楽すぎるわ。いつもさビューラーしてマスカラずっと葛藤してたけど全然いけました。桜ありがとう。かわいい。ありがとう。今日買ったコアラのマーチずっと男の子の名前が続いてたし、いやなんかさ男の子の名前さ多めじゃない。あれなんかユアもさあんま女の人出なかった。かゆどうしよう。え待って待って
昔の売らなかった携帯、昔の売らなかった携帯出てきた。もうつきません。これついたらさいいよね。ちょっと画面に反射するんでちょっとあれなんですけど、ほらホームボタン。では、ちょっと電話してるふりできるじゃんこれ。もしもし、もしもし、カメラ1個だよ。もしもし、8、8、よく分かったね。そう8、なんで分かったの。早っ、分かるの早っ。これついたらちょっと激アツじゃない。充電してみようかな。いや、つかない気がするけどな。一回充電してみるわこれ。当時のスマホケースあるよ。あ、ないかも。待って、あ、ないわ。スマホケースはあるんだけどね。スマホケースはあります。でも今のやつです。まあね、 JK ゆあちゃん会えないよみんな。三色団子ありがとう。あ、そうそう、メールも23時まで OK になる。そう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 、メイク時間短縮。え、そう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 、本当に、うん、楽。桜ありがとう。三色団子ありがとう。実は気になってて、こんばんは。三色団子ありがとう。マサイク多か、確かになんかマサなんとか多いよね。今日の朝5時台に配信してた気がしたけど幻でした。そうだよ、あれ幻。え、トップエルデオさんみんな届いた。いや届いてな。声大丈夫、大丈夫だよ。え、そういうこと。あのあれですね、お片付けしたグッズです。またお片付けしたグッズです。もちもち、制服やった最近本当。スマホ占い人、え、ありがとう。なんかね、残したくなる人。え、なんかちっちゃいね、こんなちっちゃいんだ。全然大きさ違う。てか、いや、こっちのさ、丸みタイプのが好き。スマホっぽいじゃん。え、ちっちゃい、届くもん。危な、届くもん。いや、この今の13届かないもん。嬉しい。え、まあ、消えそうだね。ちょっとフィルム割れてるけど。え、なかった？伝え。赤、赤ね、あったね。あ、そういうこと、前に8言ってたからってこと。え、そう、本当にセーラー服よりブレザーの方が似合う？本当？でもブレザー、そう？え、電源入るかな？え、そうなの？いや、ツタヤにあるのすごいね。うわ、カメラ確かにちょっとつけたいね、これ。ちょっとつけたいですね。スマホケースにやら空気しないですよ。しないです。そして見てこれ。いやが、小学生の時に使ってた財布です。で、見て。いや、当時リラックマめっちゃ好きで。これ、あの、なんか魚肉ソーセージの、なんかよくカードついてるやつで。これもうなんかお気に入りでここに入れてて、ちっちゃい頃。で、さあ見て。大事って書いてある。大事って書いてある。かわいいでしょ、ちっちゃい頃。ちっちゃい頃、ゆあちゃん。バブニャの時です。まあ、多分中身は入ってないんですけど。入ってないですね。からです。普通にさ、綺麗に使ってるよね、いろいろ。いろいろ綺麗に使ってるよね。で、中学生になって、このお財布をゲットしました。え、いや、お財布捨てれないんだけど。みんな捨ててる？いや、お財布、そう、捨てれないんだけど、みんなも捨ててないよね。捨てれなくて取ってありますね。まあ、これ、小学校、中学校って感じです。もう、柄が中学生。柄が中学生でしょ、これ。懐かしすぎる。なんか、重い、無駄に。ああ、使えない銀行のカードと、
あ、昔のプリクラとか入ってるね。あ、入れてたわプリクラで、おみくじ入ってて、あ、なんかあの使えない和音ポイントカード使えない和音ポイントカードと、なんだこれ、うわ懐かしい。みんなリトルワールド知ってる？犬山にあるリトルワールド、リトルワールドのカード懐かしい。そういや韓国行ってこのね、これを着たんですよ、チマチョゴリを。懐かしい。お財布紹介でした昔の。昔のお財布紹介でした。そうだよ、今何時？43。そうだよ。そうそうそう、メール送って配信できるんですよ。てか逆に配信終わってメールもできるんだよね。まあまあ、本当に岩井の愛強みですか？うん、全然まだまだ出ると思います。え、持ってる剣岩井に投げてくれたの？本当？本当にありがとう。だね。だねだね。そうだよ。財布個です。お財布かわいいよね。みんなトップエルネオさん買ってね。予約もありがとう。ユアクマ？リラックマ？確かに。絵本の絵じゃないです。魚肉ソーセージ嫌いです。いや本当に魚肉ソーセージ無理、食べれない。なんかみんなさ食べてるけど食べれない。なんか本当に味が食べれない、あれ本当に食べれないんだよね。いや、ありがとう。いや1万円入ってたら激アツすぎる。それはリアクマ好き。でもね、アバターもクマだもんね。え、でもクマさんっぽい。あ、そうそう、リラックマからクロミサになった。リラックマって言ってもコリラックマ派なんだけどね。嬉しい、バブ好き。リラックマの水筒使ってんの捨ててる？え、いやマジで捨てれないんだけど。今使ってる財布はユアが初めてバイト代で買ったお財布です。バブニャンさ写真、まあそうだね、顔だけならいいよ。いや、なんで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 、小さい頃からギャルはよくわからないなぜなぜですか、なぜですか。あとなんかあるかな。うわ懐かしい。なんかどうやって捨ててる、みんな普通に捨ててる。まあ本当にわかる。最初なんかありがとう。いやプリクラ見せないです、漏れてないので。普通にもう昔のプリクラとか漏れないから、診察機にするの。三色茶桜ありがとう。使えない銀行のカードパン。え、なんか、え、そう使えなくて、え、なんでみたいな、なんか期限が切れてますみたいな。え、わかる。いや残高はないはず多分。三色団子ありがとう。お財布履歴がイメージ通りリトルワールド行ったことないか、みんな。え、そう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 だよ。え、お財布
ね結構変えたいなと思ってる。あ、見て、義勇さんグッズが出てきました。義勇さんグッズが出てきました。昔の、まあもういらないというか、あれちょっともう、いや鬼滅は好きなんだけど、別に集めるほど好き、なんていうの、鬼滅は好きだけど、何、前よりも義勇さんあれはなくなったから、もう入れてんだけどね、こんな感じ。もうガチ勢だったから、ちょっとみんな見てほしい。ほらスタンプでしょ、キーホルダーでしょ、でアクスタでしょ、でアルコール消毒でしょ。ありすぎー、普通にありすぎー。あ、で一時期ハマってたマインクラフト。ほらマイクラ、土、マイクラの土です。マイクラの土からこのね、これめっちゃレアなんですよ、このこのなんていうの、このブロック。あ、そうそう、これね、めっちゃずっと欲しかったマイクラのこの猫、可愛いでしょ、猫、マイクラの猫、これずっと狙ってた猫ちゃん。マイクラの猫をずっと狙ってました、私は。知ってる？みんなマイクラ、そもそも知らない、知らないですか。いい、懐かしいお宝配信でした。まあまだあるんですけど、三色団子ありがとう。あ、そうそう、え、神社にお財布入れれるの？三色団子ありがとう。そうだよん。犬山城行ったことない。桜ありがとう。本当に真剣な眼差しした、今。え、そうだよ、社会人アイドルだから。そうだよ、制服見れるのは今日で最後です。え、5月も来てくれるの？ありがとね、桜ありがとう。魚肉ソーセージって焼くの？いや本当に好き嫌い多い多い、もう変色、変色、実は気になってて。え、あるよね、でも好き嫌い多いんだよね。サブウェイで財布ですか？桜ありがとう。燃えるゴミなの？桜ありがとう、音符ありがとう、ハートありがとう。そういうこと？壊れてないから捨てれないってこと？でも別に使うこともないんだよ。本当に？ギャルじゃないんで。え、すごっ、20年前すごいね。財布、そうそうそう。でもさ、そのお財布ってさ、やっぱあの買うと何か決まってるんだよ、みんな、そのお財布を買うといい日みたいな、めっちゃ決まってるんだよ。うわっ、ちょっと待って、いいこと思いついた、ちょっと明日の配信楽しみにしててください。いいこと思いつきました、いいこと思いついちゃった。明日の配信来てね。推しメンの推しメンです。え、そうなんだよね。でも一回はさ、その初めて自分のバイト代で買った財布落としたから、ちょ、変えた方がいい、もしかして。お財布、三色団子ありがとう、桜ありがとう。なんか時間ないかも。51、読み断定するには縦の方がいいんだよね。やば、コメント読んでなさすぎてごめんね。
葬儀用タクしてたんだよ。まあ一時期で終わったんですけどね。いくら使ったんだろう、覚えてない。知ってる？みんなマイクラ。マイクラはしたことある。でもすぐ死ぬすぐ死にます。イヤちゃんから押されたいって。いやでもイヤはみんな推しだから、普通に。だからそのみんながイヤに会いに来てくれるんじゃなくて、イヤがみんなにあの会ってるみたいな感じ。幕張とかスカイエキスポで義勇に改名します。やば、義勇ポンじゃん、義勇ポン。ゲームはねやってたけど無理でした。マイクラはまあ簡単に言えば、なんか物を作るみたいな、物を戦う、じゃなんかサバイバルとクリエイティブっていうモードがあって、でそのサバイバルは最初から敵を倒してなんか一から作っていくやつで、クリエイティブはもうなんか自分の作りたいものを作るみたいな。え、可愛いよね。知ってる？みんな猫が好きなのに、いやそういうわけではない。寝坊してありがとう。うん、断捨離ねできないんだよね、しないといけないんだけど。桜ありがとう、三色団子ありがとう。え、嬉しい、ティン、イワちゃんティンゼニーと追加してくれた、ありがとう。もちろんコスプレはしますよ。え、美人タイプですか、嬉しい。じゃあポケモンのタイプで美人タイプでお願いします。三色団子ありがとう。そうだよ、うん、そうなんだよね、ちょっと断捨離します。桜ありがとう、大丈夫なんかありがとう、イエーイ。財布の雑学私物オーディション桜ありがとう。え、そうなの、財布って他人に買ってもらうといいの、初めて聞いた。え、そういうこと。いや、ご自配信はしないです、ハードル上がりましたよ。いや別にそんな、まあ、そんなだけど、なんか別にしょうもないんですけど、別にしょうもないんですけど、うん、そう、落としたけど見つかったよ。いや悪い顔してないですいい顔です。三色じゃ、桜餅ありがとう。明日24時までやりたいけどみんな起きてないでしょ。でもやろうとは思ってます。でもまたぎ配信だから、でも長いよね24時までって。だってまたぎ配信ってことはさ、21時から24時ってめっちゃ長いよね。ちょっとそれはちょっとあれなんで、うん、まあ21時45分とかにしようかな。21時45分からまたいで、まあ、あ、どうしよう、一旦23時で終わっとく。24時までやりたいんですけどね。うん、読み男女始まってる、まだ言ってないんだけどまだ男女をって呼んでないんだけど今もちろんサバイバル無理です。ほう、三色団子ありがとう、三色団子ありがとう。え、本当？美人系初めて言われたよ。いや、いつも美人って言われてないから。え、嬉しい、ありがとう。高画質で照れる？ファンの断捨離ってしないですよ。うん、読み断定します。断定を、断定をレモンスターありがとう。起きてる？みんな、またぐまたぐ。やちゃん好きすぎて胸が、え、ほんとリアコじゃん、リアコじゃん、ほんとに。リアが24時までするならしてくれるの、あ、じゃあ見てくれる。桜ありがとう。あ、そうだね、確かに確かに、メール、うん、
え、本当にワンチャン見れるかもでテンション上がってくれる、ありがとう。え、そうなのありがとう、みんな読み男女ありがとうね、みんな春イベントも。本当に正面いい、あんま漏れてない気がするんだけど、いいですか、ちょっと言います、男女13位の方、須田あかりさんのアバターの方、12位の方、これ何、マシュマル牛みたいな、マシュマル牛の方、11位の方、イワのコアラマッチしてくれた方、10位の方、ゴルファーです。9位の方、イワが描いたガンダム ×2 こじこじミオさん ×2 ミオさんの描いたクマ。8位の方、イワが描いた青い袋の方、7位の方、イワがハンドボールの方、6位の方もイワのコアラマジ出してくれた方、5位の方チュロスの方、4位の方イワが描いた歌舞伎の方、3位の方、ねえこれクマでもちょっと可愛い方だね、じゃ動いてる方か。2位の方、アンズさんのアバターの方、1位の方、お増えてる、これ花、これ花じゃない、え、そう、なんかさ、レナのさ頭の上書き乗ってるんだよね、知らんかったありがとう、いつも作ってくれて笑わせてくれてありがとう、みんなバイバーイ、あと2分ですけど、あと2分ですけど、ありがとう、明日の配信楽しみにしててね。あ、なんだよね、あとは誰だ、あとはいないのがみやびちゃんとさらとココミンとこっちゃんとか、4人、あと誰だ、4人な気がする。おやすみ、みんな、バイバーイ、ありがとう、ありがとう、ポストしてくれるの JK、 お疲れ様でした。そうだよ、みんな今日で JK 終了なので、皆さん JK 終了ですから、バイバイ、バイバーイ。え、こんなもうすぐ終了なんて出るんだ、あ、22時です、バイバイ。